さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。した。告げる。余はクシャン帝国大帝ガニシュカ。ただいまこの場をもって異教徒どもに対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジュの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦、奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。また片付いたようですね。助かりました。ヨアクシャン帝国大帝、地上の覇王にして蹂躙者になるぞ。まずは見事と申さねばなるまい。しかしその方らはただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か。そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえら化け物どもと一緒にするな。そうであったか、面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方、世の配下に加わらぬか。この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう、その方に烙印を刻みし者が。世は混沌のるつぼの覇者、我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し犯し蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が覇道の結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、悪いがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バゲモン同士の喧嘩なんぞ俺の知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん。よかろう。ならば我が妖獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。細かいのは任せた。俺はあのデカブツをやる。
ってまた一難つーか、どんどん状況悪化していくぞ。グズグズしているとまた敵に襲われるかもしれません。ふん、現れおったな、光の鷹に群がる虫ども。おざかしい、火にたかりしハムシメラ。図が高い、焼け焦げ伏せよ。クシャーンの妖獣どもを蹴散らすことが主の命。欲望をむさぼりに来たのではない。戦をしにここに来たのだ。大帝をチャレイ。船に乗ってしまえばこちらのものです。彼らも海の上までは追ってこないでしょう。お願いして。
奪いし者、断じて奪われる者にあらず。世は不滅の魔王、焦げ食いるがよい。全てを奪い尽くし、世は大抵王の中の王、この地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者。手のひらに這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。私はせぬ。たとえ血塗られ汚れていようと、この世界は我がものぞ。決着をつけるのではなかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというなら、し合うまでもない。引き裂き食らうまで。貴様との試合、次の機に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ち、嫌がれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。そうだとしたら、戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、
我ら全軍をもって貴様を百の肉片に刻むまでよ。お前、ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ、こっちにも用はねえ。とっとと失せな。